レディース&ジェントルメン、本日はご来場いただき誠にありがとうございます。さあさあ皆様、前を向いて。気分が落ち込んでいるからって下ばかり見ていてはもったいない。サーカスの終幕を飾るにふさわしいサマディ王国のスーパースター、帰ってきたあの人の神業を見逃しますよ。ようこそそれでは登場していただきましょう。暗い世界に笑顔を届ける希望の旅芸人シルビア、摩訶不思議なショーをとくとご覧あれ。今宵は最高のショーをお楽しみください。最高のショーだよ。シルビアさんのおかげで私のサーカス人生で最高のショーができました。本当にありがとうございました。いいえ、今日の舞台の成功はこれまでサーカスを守り続けてきた団長、あなたの努力の賜物よ。暗い世界だからこそ人々に笑顔を届けるサーカスや芸人が必要なんだと、その思いで私は今日までサーカスを続けてきました。それを教えてくれたのは、子供の頃に見た魔物に襲われ傷ついた人々を救っては彼らを引き連れ旅をする女旅芸人でした。辛い旅だろうに彼女らは笑顔を絶やさず沿道で見送る私たちに勇気をくれたものです。そして人々を率いた女旅芸人は役目を終えた後姿を消しました。その女旅芸人は若い命を散らしたとも、とある町の名門騎士と恋に落ち幸せに暮らしたとも言われています。シルビアさん、私はあなたにあの日の女旅芸人の面影を見ました。人々を引き連れ笑顔を広げるその姿に。サーカスを休業するのはやめます。町の人たちが心から笑える日まで私も諦めずに頑張りますよ。さあ私たちも団長に負けないように人助けの旅頑張りましょう。あのシルビアさん、オイラたちシルビアさんのもとで修行して一人前の芸人になりたいんです。もっとサーカスを盛り上げるためにも。気持ちはとっても嬉しいけど、サーカスのことだってあるし。団長、どうかしら。分かった、いいだろう。思う存分修行してきなさい。私はいつまでも待っているからね。シルビアさん、こいつらを頼みます。シルビア流の修行は厳しいわよ。ビッシバッシ鍛えてあげるから覚悟なさいね、あなたたち。ありがとうございます。うんうん。いけ、風ちゃん。あちょり、あちょり、あちょり、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 ああ。癒すわよ。うん、大丈夫でげすか。ありがとう。それ、頑張って。ベジラマ。いけ、風ちゃん。やったぜ。注意でガス。パギマ。クレーンクレーン。癒すわよー。ありがとう。切り裂くわよ。よっと。そりゃ。フレーンフレーン。バギマ。ベジラマ。くらえ。いけカデちゃん、大丈夫でげすか。ありがとう。よっとメラミせいくーいい感じ。ちゃん、シルビアさん、よく来てくれたな。お元気そうね。安心したわ。もしかしてそちらのマダムはあなたがシルビアさんなのですね。私が一徹の母です。この度は本当にありがとうございました。命の大樹が落ち、世界が闇に覆われ、もう息子とは会えないのではと不安と恐怖に怯えて過ごしておりました。こうして息子と再び出会えたのはシルビアさん、あなたのおかげです。シルビア姉さんが通った道には次々と笑顔が咲いていく。まるで笑顔のパレードでゲスな。笑顔のパレード、素敵じゃない。みんな聞いてちょうだい。この世界は今光をなくした真っ暗闇よ。でもね、人助けの旅の中でみんなの笑顔を見ているうちに分かったの。暗闇の中で自分の無力さに膝をついても、明日が見えず泣き出しそうになっても、たった一つの笑顔が未来を切り開く。この世界に必要なのは笑顔。そしてみんなに笑顔を届けるのが旅芸人シルビアの役目よ。おお、素シルビアさん、いえシルビアお姉様、私にもお手伝いさせてちょうだい。ん？親分さん、その喋り方。そうか、尊敬する人に一歩でも近づくために姉さんになりきるつもりでガスね。さすがは親分、いい考えだぜ。俺、いいえ私もお姉様と一緒に行くわ。おいら、私も。うん、ありがとう、ありがとうみんな。今日からあなたたちは私の仲間。そう、大切な仲間よ。私たちは世界中の人々を笑顔にして暗い世界を明るく照らす希望の光になるの。名付けて名付けてシルビアのよだすけパレードよ。シルビアさん、息子をよろしくお願いします。俺、私も一緒に行くわ。これは私とママからの感謝の気持ちをどうか受け取って。お姉様のよだすけパレードを彩るラブリーでクールなおみこし、一丁上がりよ。私たちもお姉様にお礼がしたくって道すがらこっそり作っていたの。感謝の気持ちを受け取って。みんな私のためにありがとう。シルビア姉さん、泣くのはまだ早いでゲス。ほら、みんなが待ってるでガスよ。世界に笑顔を取り戻す。勇者ちゃん、みんなきっと生きてるわよね。再び会える日まで私頑張るわ。